あれから数ヶ月、僕は無事にニート生活を抜け出し、 IT 系のベンチャー企業に就職した。分かってはいたんだ、いつまでもあのぬるま湯の生活が続くわけはないって。確かに最初の一歩を踏み出すのは結構大変だったけど、今思えばどうしてあんなにゴロゴロしていられたのかなって思うね。チョロマツくん、このデータ確認よろしくね。なるはやで。はい、お任せください。うん、午後からのアジェンダはいくつかコンフリクトしてるから ASAP しよう。え、君そんな忙しかったっけ？ご心配なく、この僕のクリエイティビティとマルチデバイスを持ってすれば。このバジェットにもう少しバッファ持たせた方がよりコミットできるビジョンが見えますね。ああ、そうなんだ。まあいいや。何か困ったことがあったらいつでも聞いてください。プライオリティ設定しておきますから。何言ってるかよくわかんないけど、よろしく。さてと、あとは自分の仕事を片付けるか。こっからが勝負だぞ、チョロマツ。あー、ちょっとチョロマツくん。はい、なんでしょう主任。君ね、このメールに見覚えある？僕のアイドル、トドコちゃんへ。お久しぶりです、チョロマツです。と言っても1時間ぶりなんだけどね。トドコちゃんはいつだって最高。今夜のイベントも楽しみにしてるね。もちろん最前列の席取ったよ。どうしてこれ？あのね、全体メールでこういうの流すのやめてもらえるかな。恥ずかしいから。あ、はい。あとね、会社のアカウント大量に使って何してんの？全部把握してるからね。あ、そのチケットを確保したくて。はあ、チョロマツくん、君さ、しばらく自宅で自分を見つめ直してみてよ。ああ、いや、いいです。やめます。こうして、僕はあっけなく職を失った。でもこれで良かったのかもしれない。僕の本当のいるべき場所、やるべきことは。それじゃあ、新曲いくわね。聞いてちょうだい。ハマチはブリを愛してる。うわー！ L.O.V.E. ラブリー男！はい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 ！よいしょ！そう。こうしてアイドルを応援してるのが僕の幸せ。輝くのは僕じゃなくていい。誰かを輝かせたいだけなんだ。